こんにちは、フローチャート、幕末近代編に入ります。まず1本目、幕末の4老中についてまとめなさいと。幕末ですね。これね、4人の老中、まあ、言い直すけど大老ですけどね、この4人を軸に、抑えていく、ね、まとめていったら非常にね理解しやすいと思うんで、参りましょう。4老中のまず最初は安倍晴弘からです。非常にね、この英明な、老中ですよ。ね、安倍晴弘。これ、ポイントは何かっていうと、そう、ね、ね、この黒船の、ね、来航ですよ。もう黒船。これによって、ね、我が国は鎖国をやめて、ね、開国です。日米和親条約。日米和親、日本全権が安倍晴弘と、アメリカ全権はそうペリーですよ。ペリー、中身は何かと、もうざっくり言いますけど、港を開いたわけですね。この2つ、1つは函館。最初ね、箱はこっちですからね。今箱違いますけどね。この時の箱はこっちです。で、静岡の下田、これ静岡ですからね、ちょっとこれ不便でね、この後あの閉鎖されますけども、下田ということで、アメリカに最恵国待遇を与えるわけですね。アメリカにのみ、日本はありませんからね、偏無敵と言いますけど、簡単に言うと、我が国が、日本がね、アメリカ以外の国に、アメリカに与えたものよりもいい条件を与えたら、オートマチックに、ね、その条件がアメリカにも適用されると、ね、いうこと、最恵国待遇ということですね。結んだ国、アメリカを筆頭に、これね、青色と覚える。青色、ブルーですね。アメリカ、オランダ、でイギリス、ロシアと、そういうこと、各国とそれぞれ和親条約を結んでいくと、まあね、やっぱ日露親は別でまた抑えたいですね。国境問題ありますからね、日露和親条約、ね、まあ、プチャーチン。そういうこと、まあ、ロシアとのこの国境問題ね、国境問題、これはまた別枠で、フローチャートで説明しようと思いますけどね、日露和親、プチャーチンはこれ、ここはしっかり、押さえておかなくてはいけないということで、まず安倍晴弘、ね、でもこれ最初のね、もう本当ペリーとの交渉で、もう新郎が、ね、もう、この、たたってですよ、ね、亡くなります。次です、2人目。堀田正義ですね、これ、よし。あのね、綱吉のところでね、堀田正利っていうのがおるんですよ。うん、これ、正義ね。一言言ったら、ヘタレです。ヘタレ老中。次は、ね、欧米列強、ね、特にまあアメリカだけど、通商条約を要求してきた、通商条約。これ、和親条約ね。次、通商条約と。で、まあ、もうこれ、断れませんよ。もう相手はもう、とにかく黒ブレですから。喧嘩にならない、もう言われるがままですよ。で、堀田正義はここでね、まあ、一応天皇に OK もらっとこうっつって、ね、許可もらいったんですね、天皇に、ね、今までまあ、ね、別に許可求めることなく幕府が、ね、やったことに対して自己報告に行くと、ね、いうこと。それはね、幕府と朝廷、幕府と天皇だったらもう、ね、幕府の方が上ですから ね、まあ、ところが幕末ね、まあ、挙国一致じゃないけど、ね、国が一つになって対応しないと勝てないと、このペリーとか黒船には。で、一応、まあ、形だけ、ね、
許可をもらいに行った。その相手が孔明天皇、通商条約結びますんでつって、そしたらなんと天皇がノーと言ったわけですよ。ノーと孔明天皇がなんと拒否してしまったと。拒否権を、ね、発動してしまったわけですよ。本当でこれでええー、みたいな感じで、ね、ペリーね、まあ通商条約要求してくるのはハリスなんですけど、その人はアメリカと朝廷の間に挟まれて、堀田正義はうーってなってついに辞職、ね、堀田正義辞職ですよ、ね、どうするかで、ここでとついに大老が出てくるわけですね。井伊直弼、井伊直弼、この助の字ね、弓書いて100書いて弓、これ井伊直弼は盛りだくさんですよ、盛りだくさん、まずだけそうですね、通商条約からいきましょうか。これは日米和親、ペリーはね、井伊直弼は日米修好通商条約、条約略します、日米修好通商、アメリカ全権は総領事ハリス、こっちはペリーでしたね。日米修好通商はハリスと、まあ、大老井伊直弼、ということですよ、通商条約を結んだということね、はい、港をさらに、ね、開いていくわけですよ。函館、これ継続、継続ね。下田ね、ちょっと静岡不便だった、ということで、よりこの東京に近い、ね、神奈川にします。ところが神奈川よりももっと使いやすいのが、ね、まあ、これ近いんですけど横浜ですよ、今のね、神奈川県の県庁所在地、横浜に変わります。3つ目、長崎、まあこれは江戸時代からね、長崎はね、唯一のこのね、欧米に開かれた、ね、窓でしたからね、窓口でしたから。4つ目、ね、これが日本海側、新潟で、ラスト5つ開きますからね。これが、まあ、昔の大和田の泊まりですよ。兵庫ということで5つ、これね、覚え方、はかない新兵と覚える、はかない新兵、はかないの歯函館、はかないの歯神奈川後横浜ね、はかないの名長崎、新兵新兵新兵、5つですよ。日米修好通商、でこれが、ね、不平等だったんですよ、不平等、ね、これもよく、ね、高校入試でも出ますけど、ね、どう不平等だったかというと、近いキャバ当たるんですよね。こう話したらこうズーン、このね、なんていうの、ズームしなくちゃいけないんで、ちょっと嫌なんですよね。まあ、気にせんでください。治外法権を認める、治外法権とは、ね、日本でアメリカ人が仮にね、犯罪を犯した、今は日本が裁きますけどね、まあ、ね、米軍は別なんですけども、それが主権国家ですよ。ところが治外法権認める、だからね、
アメリカ人が日本で犯罪を犯したらアメリカ人が裁くということですよ。日本で裁けない、これ治外法権、ね、関税自主権欠如、ね、主権国家というのは、ね、その入ってくるものに対して輸入品に対して、ね、関税を課すことができる、まあ、今それを、ね、自由にしようと言って、ね、フリーにしようと言って今やってますけどね、まあ、基本、関税をかけることができると、ね、ところが、ね、関税自主権が欠如、ね、話し合って決めるんですよ、ね、日本と、ね、アメリカとかイギリスとか欧米とね、やけ自主的にかけられない、ということ。これをね、明治になってもこれを、ね、この改正するためにですよ、もうすっごい時間と労力と、ね、お金かかったわけですよ、本当。ということでまず1個目、日米修好通商ね、これ囲んでおきましょうか。同時行きましょう、うん、こっち行きましょうか。ピャッつって貿易始まりますね、これによって。はい、ここで押さえなきゃいけないのは、はい、貿易、ね、貨幣は何で行われるかですよ。貨幣は、ね、金か銀か、銀か金か、まず銀ですね、銀で行われますよ。最も貿易額が多かったのはどこか、どこが一番、ね、貿易が盛んに行われていた港か、それは横浜。横浜ナンバーワン。最初はね、うまくいったんですよ。プラスだった。輸出超過。輸出超過って言ったらプラスでしょ。これは輸入になったらマイナスになりますからね。輸出超過って。でもね、その後ね、10年ぐらいしたらこれ逆になって、どんどんマイナスになっていく、ということですよ。で、これね、一番のポイントだったのが、交換のレートがね、違ったんですよ。金銀比価。まあ、非常にこのね、国際音痴といいますかね、世界の情勢全く分かってなかったんですね、幕府は。日本側は金と銀の比率が、ね、1対5でした、日本はね。でもこれ海外は、外国はね、1対15ということは、日本の金の価格は、ね、海外のなんと3分の1なんですよ。めっちゃディスカウントじゃないですか。これによってもう日本から金大流出ですよ。いまだにどんだけ出ていたか分かってませんけど、ね、そういうこと、まあ、これでは普通に欧米がボロ儲けしたわけですよ、ね、これに対応するには日本の銀の価格をこれ3分の1にするしかない、ね、そこでですよ、日本もこの、ね、銀の価格じゃないですね、失礼やけ、金の価格を下げるしかない、金のね、価値を、いいですか、今の3分の1にしたら、まあ、釣り合いますからね、ということで、金の価格をさらに下げた、お金を作った、これが万円小判。ね、そういうこと、うん、それによって当然、ね、金の価格下げますからね、金の価値をね、お金の価値を下げたら、ね、当然物価は上がる。これがまたね、上位運動につながっていくわけですけど、なんでこんな苦しい貧しい思いさないけんのかと、ね、うん、外国のやつらあいつらの欧米のせいだと、ケトのどものせいだとなっていくわけです。で、その上位その上位となっていくわけですけども、まあそういうこと、ね、日米修好通商で、これ同時にですよ、ね、まあ、言い直すけどね、このね、日米修好のために大量に選ばれたというよりも、将軍の後継者問題なんですよ。そのついでにこのね、日米修好通商をこんなさばいていった、ね、そんな感じ。将軍継承問題、後と継ぎ問題なんですね。13代家定亡くなりました、子供を作らず、ね、そしたら14代将軍どうするかってなって、ね、有力候補が
紀州、御三家紀州の義臣、ね、このね、紀州を推した人たちをこれ南紀派と言います。まあ、これグループ名あるんですね。南国紀伊を推すということで南紀派、ね、VS これね、義臣は血筋からすれば将軍に近いんですよ、13代家定に、ね、ところがね、まだこれ厨房なんですよ。厨房ね、このペリー来て、これ通商条約ですよ。こんなの、ね、エマージェンシー、ね、国難を厨房で乗り切れるのかと、ね、いう、ね、非常に心配する声があるわけですよ。彼らは、ね、厨房じゃなくて、やっぱこういう事態、ね、事態はやっぱ頭へ将軍じゃないと、ね、乗り切ることできないということで、一橋慶喜、これも大学生ぐらいですよ。非常に頭ええということで、ね、評判高かった、彼を推した。これがね、戸様大名のグループ、特にグループ名はないんですけどね、戸様、特にあのね、もうメイクオブザメイクンと言われるこの島津成明たちのグループがこのね、慶喜を推したわけですよ。こうじゃないともうね、この国難を乗り切ることはできないっつって、でどうなったかっていうと、ね、井伊直弼は、ね、どっちをしたか、南紀派が、ね、この義臣を将軍にするためにこの井伊直弼を大老にしましたよ、ね、もう普代の、ね、もうトップオブザトップですから、井伊家とか言ったら、ね、井伊直弼 この鶴の一声でこの義臣を、ね、14代家持ち、この義臣を14代将軍に決定しちゃったわけですよ。で、一橋は破れてしまった、破れた、そういうことです。これ二つ目、この将軍継承問題ですね。将軍の後継者問題、二つ目で、ね、したら一橋からしたら文句言われてふざけんなこの野郎って感じで、ね、それに対して井伊直弼がね、やかましいっつって大弾圧を加えた。これが安政の大獄。安政の大獄、安政の大獄って何かっつうと、要するにこの一橋社の弾圧ですよ。でそのターゲットになったのが、ね、まあ、どこからいきましょうかね。まあ一番有名なのはやっぱ吉田松陰なんですよね。長州の松陰先生ですよ。先に書きましょうか。この4人ですね。まず1人目、吉田松陰。吉田松陰って別に、ね、全然この政治運動と全く関係なかったんですよ。ところが、まあね、黒羽乗ってますからね、非常に過激だということで、ね、この井伊直弼の目に留まってね、で斬首になってしまうと、ね、そういうこと、これでまた長州がぶち切るわけですね。俺たちの大事な先生をということで、越前橋本左内、これもね、大阪の、ね、この尾形公安の敵塾ですよ。当時のね、江戸の東大美さんと言われたもう超天才ですよ。秀才で天才、ね、ところが、ね、ね、こいつが、ね、この一橋慶喜 の、ね、この擁立を、ね、ね、画策したみたいな感じで、井伊直弼の激励に触れて斬首。徳川斉昭、これ水戸、ね、これ慶喜の父ちゃんですから、当選一橋派ですよ、ね、
英知っきょっつって、もうずっと部屋から出られん、ね、ある意味このね残暑にこのね、ね辛い系ですよ本当。ということ、井伊直弼のこの安政の大国の嵐が吹き荒れたわけですよ。したらやっぱね、まあここまでやるね、なんというかそうね、半沢直樹も始まりましたけど、やっぱりやられたらやり返すんですよ、倍返しでね。ちょっとやりすぎた、この特に水戸、ね水戸の過激派がこの野郎ちことで井伊直弼をなんと、ね、江戸城の、ね、この桜田門の真ん前で、ね暗殺してしまうと、首をかっ切ってしまうというね、前代未聞のこの桜田門外の変が起こると。ということで、井伊直弼は、ね、こう日米修好通商で将軍軽視問題からのこの安政の大獄で桜田門外の変と、すっごい盛りだくさん盛りだくさんで、まあ、最終的には暗殺されてしまったわけですよ。でどうするかと、しゃしゃしゃ、ちょっと次に行っちゃったけど、皆さんなんかもしこの用紙配ってなかったかな、確か、あ配ってないなら、あの裏紙、広告の裏とかに書いてみてください。いいですか。で、ね、もう井伊直弼のワンマンが良くなかったということで、やっぱりね、きちんとこのね、うまいことをこの調整していく必要がある。この、ね、調整を行ったのが4人目の安藤信正。どうしたか、とにかく幕府と朝廷を仲良くやっていこうということで、公務合体、ね、仲良くやっていこう、ね、調整を行ったわけですよ。でどうするかというと、ね14代将軍家茂、これ幕府じゃないですか、将軍だから、ね、とこのさっきやった孝明天皇の妹和宮宮様、これを結婚させたらまさに公務合体じゃった、ねえー、日本はこれで丸く収まるということでやったんですよ、ね、ところが、ね、ふざけるなって尊攘派が大事な宮様をしかも言い名付けからね、引き離してですよ、ねえーね、もう右も左もわからんこのね江戸にやってきて、ねつまりこのね政治の道具に使うなということで、ね、安藤信正襲撃された、まあ、これはあの桜田門外があったからね、さすがにあのちゃんとね、なんていうか、ね、対策をねとって、まあ安藤信正は助かるんですけども、坂下門外の辺、坂下門外、これ桜田門外の辺、坂下門外の辺、ね、これでねでもねちょっとねあの籠で脱出するときに背中を軽く切られるんですよ。ね、で命に別状なかったけど、ね、武士が背中に傷を受けるなんて、ね、何事だと、ね、あの逃げる後ろ向いた時に受けますからね背中の傷っていうのは、ね、けしからんつって、まあ、この安藤信正のこの融和的なやり方にこの、ね、不満だった、連中から、ねもうねそのね、大バッシング食らってですよ、辞職ですよついに、ねね、ゴリゴリやってもダメ、融和的にやってもダメ、じゃあどうすればいいんだということで、もう幕府内じゃもうどうにもなりません、にっちもさっちもいかない、そこでしゃあないからこれ夕飯力つけた、ね発言力のある藩、ね薩摩にお願いするんです。で、薩摩の、ね、島津久光が、ね、これまあ藩主の父ちゃんなんですけどね、うん江戸に上ってきて、ね、文久の改革って、幕府内じゃどうにもならんから薩摩にお願いするという流れになっていくんですよ、いう流れ、長州も力ありますよ、夕飯ですから。でも長州はもうこの安政の大国で松陰先生を斬首にした時点でもうこれ倒幕に変わっちゃってますからね長州にお願いできませんよ。だから薩摩には後部があったりなんです、そんなに過激なことはしない、だから薩摩にお願いしようと、ね、いうことで、とりあえずこんな流れですよ。幕末の四老中ね、
安倍政宏、堀田正義で、ワンマンの井伊直輔で、融和的なこの安藤の馬さと、ね、まあでもどれやってもダメと、だから薩摩にお願いと、いうことで、ちょっと名古屋になりましたね。幕末の四老中、これで終わります。